ビアガーデン、全然ビール飲まないのになんだ今この目の前に見えるビアガーデン、めちゃくちゃ最高に美味しそうにビールが見える、これちょうどいい気温なんだよな。機関車が走ってった、暗くて全然わからなかったけど、ああそっか臨国線か、貨物が走ってるんですね。東海道線は確かこういう感じで走ってますけど、そこから分かれて貨物の線路が向こうから走ってますもんね、はあ、いいですね、この時間に見る貨物もまた音ですね。駅舎どっちだっけ、駅舎反対側か、はあ、そっか、しばらく貨物の宿があるからぐるっと向こうに回らなあかんのか、笠寺の駅じゃ、そっか、しまったしまった、ユートピア高屋の都に負けてる場合じゃなかったんだ、はあ、でブラザーズね、これブラザーの本社工場かな、あのミシンのブラザーで有名ですし、カラオケのジョイサウンドのねエクシンクもブラザーですからね、多分一緒のとこにあるんじゃないかな本社が、こっちの方だよな、そういや、はあ、歩いたな、しかし、あ、走ってった電車が笠寺なんで、止まる電車は限られてますからね。何でしたっけ、名古屋臨海鉄道ね、そうそうそう、これが貨物専用線ですね。こんな時間でも貨物運んでるんですね。これね、名古屋臨海鉄道ね、よし、はあ、奥は丸半か、あとまで出たら大通りですもんね、ここブラザーのパーキングなんや、12時間400円で24時間500円、なかなか実に妙なお値段ですね。あ、これでくぐれますね、これあれか、冠水地用の警告信号でしょうね。一時的にな、雨が雨とか見えてるけど、そこから行ったら貨物のところに出るのかな。あれ新幹線か、並行して走ってますもんね、在来線にこの辺りが。でこれが下3、4番、下2番。おお、夜の貨物線いいですね。
街灯でちょっとエモいっすね。うん、いいじゃないですか。でもこのまま行き止まりか。このまま宿になっとって渡れないんだな。渡れないですね。戻ろう。あ、でもブラザーあれか、本社工場はまたあれか、水北だったっけ。じゃあこっちじゃないか。もっと新たな橋寄りの方だったか。そんな気がしますね。よし、あなたらね、ここにね出しときますって言いたいところなんですけどね、最近は誰か出しといて、特にニコ動の方はね、この動画上にねコメント流れるんでね、ニコ動で出すんだったらもう詳しい人書いてくれと、その方がね、あの手っ取り早いということにね、気がつきましたんでね、そのスタンスでいこうと思います。もう少し調べた挙句に、自演音で入れときます。これで下くぐれるのか。とかトレーラー用に深く掘ってあるんですね。Thank you.